皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回は今までお話しできなかったやけどをした経緯についてお伝えしていこうと思います。受賞した日は仕事で山形県内のホテルのバリアフリールームに宿泊していました。朝お風呂に入ろうと思って、湯船にお湯を張っていつも通り足から入り、水落ちまで使った時に温度感覚が分かるので、その時にお湯がとても熱いことに気づいて急いで、上がって湯船の縁に腰をかけて、足を湯船から出した時にはもう皮がめくれ落ちる状態でした。車椅子に乗り移りお湯を抜いて、シャワーで足に水をかけるとどんどん皮がむけて、形勢も強くなってすごく怖くなりました。自宅でもなく病院がどこに何があるかもわからなかったので、どうしていいかわからずにかかりつけの地元の総合病院に電話をして、救急車を呼ぶように勧められました。フロントに連絡し救急車を呼んでもらっている間、足はどんどん腫れていって、もう水ぶくれがすごくたくさんできている状態になってきました。とりあえず上の服だけを着て荷物をまとめて、その後は大学病院に運ばれました。これが火傷を負った経緯になります。お風呂のお湯はレバーに表記してある40度のところから赤いライン 1、2個くらい上のところに設定したので、自分の感覚的には41、2度にしたつもりでした。いつもなら蛇口から出るお湯の温度を確認するのですが、なぜか今回は確認しておらず、実際に出ていたお湯の温度というのは思っていた以上に熱くなっていたのです。搬送された病院の医師の見解だと、5分も使っていなかったのにここまでの熱傷になるのは60度近くお湯があったんじゃないかということでした。そういったことから自分の確認不足ではありましたが、ホテル側の問題がなかったのかということが所属の会社からあり、ホテルに対して今回の件を伝えることになりました。41、2度設定をした中で、また蛇口の温度表記も50度までしかない中で60度近い温度が出たと思われることで、ボイラーの管理はしっかりされていたのか、バリアフリールームという部屋で、温度感覚が鈍い方も利用されることが想定される中で、熱いお湯が出ますよというような注意喚起の表記もないことは、安全管理上適切だったのかというような、主にこういった点をお伝えしました。しかし当時の温度の証拠があるわけでもないので、ホテル側からは自己責任という回答にしかなりませんでした。このようにホテル側との話し合いがあったために、熱傷原因をすぐにお話しすることができませんでした。いつもはやっていたのにというちょっとしたミスで怪我を負ってしまうことがありますので、自分自身にも改めて強く言いますが、麻痺している方などは特にお湯の温度の確認っていうのは必ずやっていきましょう。ということで、そのやけどの状態っていうのも少しずつ良くなっているので、今後はやけどを負った時の対処法も含めて、こんな風に治していくんだよっていうのをお伝えできればというふうに思います。ということで、今回は熱傷原因のご報告でした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。